ねえ、どうかね。いいね。ちゃんと見てんのか。見てるって。すっきり見えて気分が上がる。スッキレイニットは間違いない服。グローバルワーク。よし。ねえ、ん、どうかね。いいね。ちゃんと見てんのか。見てるって。本当。ねえ、どこ行こうか。とりあえず。何を着よう、どこへ行こう、今日みたいな日がずっと続きますように。すっきり見えて気分上がる。すっきりニットは間違いない服。グローバルワーク。よし。ねえ、ん、どうかね。いいね。ちゃんと見てんのか。見てるって。すっきり見えて気分上がる。すっきりニットは間違いない服。グローバルワーク。よーい。ちゃんと見てんのか。いいね。はい、高田です。お願いします。お願いします。お願いします。高田さん入られます。お願いします。おはようございます。お願いします。あ、ガイス。はい、セあ、今ぐらいどうだ。あ、素敵ですね。この動画ね、すごい感じです。おはようございます。よろしくお願いします。アイセン、アイセン。よーい、スタート。そば、パスタ。中華なくなったの。あ、中華でもいいよ。カット。はい、カット。そば。入りました。はい、よーい、スタート。カット。はい。じゃあ最後はそれ、そのままの状態で落として大丈夫ですか。大丈夫です。はい、よーい、スタート。ねえ、ん、どうかね。お、いいね。あれ、いいやつですね。8時これ来て。お願いします。バッ。バッ。わかりました。はい、よーい、スタート。ねえねえ、ん、どうかね。お、いいね。もう、ちゃんと見たのか。見てるって。ほんと、うん、似合ってる。ね、どこ行こうか。とりあえず、お腹すいた。はい、ありがとう。以上となります。ありがとうございました。ブランドの方たちと一緒に共感しながら共鳴していき、より多くの方にこう知っていっていただけたらなと、このメッセージが届けられたらいいなと思って、すごく嬉しく思っています。まあ、この仕事を始めた頃からずっとファッションの仕事をしていて、やっぱりその洋服だったりとか自分が身につけるアイテムっていうものにすごくこう親身になって、自分も成長してきたので、今回グローバルワークさんの、まあ、ブランドアンバサダーになれたということがとても嬉しいし、自分が関わることによって一人でも多くの人がグローバルワークさんのことをはじめ、ファッションだったり、自分が毎日身につけるものに興味を持っていただけたら嬉しいなと思います。質感が気持ちいいですね。チクチクもしないですし、ニットだけどちゃんとフィットしてくれるような感じで、一個あったらすたくさんの着回しをさせてくれるような万能な、うん、
お利口さんのニットじゃないかなっていうふうに感じました。いや、もともと吉高さんすごく魅力的ですけども、これ着るとさらに魅力的になる。ねえ、いいね、笑って顔隠してるじゃん。いや、でもすごくこうこのスキレイニットはシンプルなんですけども、やっぱり着る人によってすごくいろんな表情がこう出てくると思うので、こう吉高さんの素晴らしいところがさらにこうパワーアップして表現できているんじゃないかなと思います。ありがとうございます。グローバルワークさんの洋服って常に進化しているというか、こう多分前に作ったものももちろんいいんですけども、何かをこう足したり工夫したらさらに良くなるんじゃないかってものをどんどんこう追求していく姿勢が素晴らしいと思うし、今回僕が着用しているこれもすごくこうしっかりしているんですけど軽いんですよ。だからこう普通に歩き回ってたり座っててもこうすごくストレスがかからないというか、すごくこうナチュラルな状態でいられるので、自分のなんだろうな気持ちにも余裕が出てくるし、こう行動範囲とかもどんどん広がっていくんじゃないかなと思います。実は合ってるんだよね、はい、私たちなんかご飯屋さんでトイレの取り合いを一回してしまって全然別々で来てたんですけど、そのお手洗いが1個しかなくて、でバーンって本当にドンじゃんけんポンのタイミングだったんですよ。だから どうするって言って、でお互いまだ本当に知らないし、はい、お話ししたこともないですし、もう暗がりで認識もしてるかしてないかぐらいだったと思うんだけど、じゃあじゃんけんしようって言って、じゃんけんじゃんけんしてヒョウ君が勝ったんだよね。勝ちましたね。そうだよね、はい、で、あ、じゃあどうぞ、もう勝ったんで言ってくださいって言って、僕も勝ったけどなんか申し訳ないから、いや、いいですよって言って、吉高さんもいいよっつってガンって追い込まれて、ってっつってそうっていう、一応出会いはあったから、ね、それ以来ぶりだったんで、はい、あれは何年前だ、2年前、でも1年くらい前ですかね。そっか、ぶりなので、熱いお仕事するのは初めてですけども、うん、なんか本当に初めてじゃないというか、なんか温度感がすごくあった気がしました、うんうんうん、はい。僕は結構シンプルな洋服が好きで、色とかもあんまりごちゃごちゃしてないもの、はんはんはん、結構今日着てるこのシンプルな色だったりとかコーディネートって結構私服に近いところがあって、だからなんか今日衣装を着た時もなんか自分の私服にまた着替えてるような感覚というか、すごい近いものを感じたんですよ。触れて気持ちがいいものがいいし、あと基本逆に私は黒っぽい服が多くて、私服がで、いや、こだわりではないんですけど、たまに色のものを買おうとするともうガッチャガチャしてるすごいじゃんっていうガッチャガチャしてる色を、うん、多分反動だろうね、はい、えいって私だって色物着てやると思ったらすごいもう七面鳥みたいな色になって七面鳥じゃない、クジャククジャクねえ、クリスマスに引っ張る七面鳥みたいな、食べない食べない食べれない食べれない、もうちょっと恥ずかしいよ、どっからカットしたらいいの、めっちゃいいから全部使ってほしいですよねとか行ってピクニックしたいです。お弁当とかサンドイッチとかなんか作ってコーヒーも入れて、で公園にピクニックシート引いてゆっくりこう春の風を感じながらゆっくりしたいです。ピクニックもいいなと思うんですけど、うん、今日さ外でも撮ったけどさ、あったかかった、はいはい、すごいあったかい日なんですよ、うん、実は今日冬なんですけど、なんでなんか春みたいだねってみんなとも喋っていて、うん、で外でこう歩いて写真撮影とかもしている中で、ああ普通にこんな、あ
冬が明けてちょっと暖かくなってきたねっていう春の外のお散歩でもすごくこう、なんだろう、寄り添ってくれる洋服じゃないかなっていうふうに思いました。腕もすごくこうヒュッと引っかかって まくれる質感ですし、ここの V ネックもアクセサリーとかもすごく映えさせてくれる、見栄えがいいシルエットだと思うので、でパンツとかスカートにも合わせやすいシルエットなので、迷ったらこのカラーバリエーションも豊富なので1枚あればとことん付き合ってくれる1枚だと思います。今日は結構カジュアルな感じで、まあ、部屋着にも使えるし、ちょっと外にお出かけする時も着れるっていうコーディネートなんですけども、こういうコーディネートも合うし、このパンツのいいところは多分いろんな組み合わせができると思うんですよね。襟付きのシャツを着ても似合うだろうし、 T シャツだけでも多分似合うと思うし、いろんな組み合わせができるのがこのアーバンストラックスの、まあ、ポイントというかだと思うので、今日はこういうカジュアルな感じですけども、いろんな組み合わせができるアイテムになってます。グローバルワークは間違いない服。